ボンネビルソルトフラッツ地図ボンネビルソルトフラッツは、アメリカ合衆国ユタ州北西部に位置する、グレートソルト湖の西に位置する中で最も大きい、100平方マイルにも及ぶ円湖の後にできた平原。毎年8月、ボンネビルスピードウェイが開催され、地上最速を競うモータースポーツ、スピードウィークで知られる。1912年からスピード競争に使われ始めた。 ソルト・フラッツだが、1930年代に、アブ・ジェンキンスとマルコム・キャンベル卿のスピード競争から、多くの人々に知られるようになった。現在のスピードウィークでは、エンジンの種類や、排気量など数十種類のカテゴリー分けがなされており、50cc のオートバイから、ロケットカーまでが記録を競う。ただし、レース早々期から今日まで、あくまでも草レースの域を脱していない。 理由は、湖面の標高が約1282メートルという高地で、平地と比較して、空気中の酸素濃度が薄いことと、海水よりも高塩分濃度の湖水の水分が、夏季の高気温で蒸発して固まった、厚さ数十センチの塩の塊の上で行われる、等々の得意な環境由来の不安定要素が多く、さらに、参加車両に対して、 トーレース専用の特殊な設定を施す参加者が多いこと等からトーレースで樹立された記録はギネス級の特殊な速度記録を除いていまだ国際的な競技連盟などからは公式記録には認定されがたいことが多いそれでもこのレースイベントが世界的な関心事である理由はバート・マンローやミッキー・トンプソンなどの伝説的なレーサーが花々し記録を樹立していることから 世界中のスピード鏡を自負するモータースポーツファンから絶大な支持を受けているからに他ならない。またこの別格なレースの影響でボンネビルの名を冠した車やオートバイのほか多数の物品が存在する。塩湖に生息するアルテミアという小型の甲殻類が大量繁殖後に腐敗することで悪臭が発生していると言われるが周囲から流れ込む月水が 綺麗に処理されていないため悪臭の原因になっているという説もある。映画インデペンデンスデーでスティーブン・ヒラー大員が捕獲した異星人を引きずって運びながらその匂いについて悪態をつくシーンがあるがこのシーンのセリフはほぼアドリブであり実際にロケ地での縁故で撮影中に耐え難い悪臭が漂っていたためこのようなセリフになった。インスイクロプディア・ブリタニカ ボネビルソルトフラット。ソルトフラッツの得意な光景は多くの映画の撮影にも使われている。ありがとうございます。